それまで所属していた会社を出てフリーになった後、私はゲーム業界にどのように貢献するのかを考えていました。一つのタイトルに専念すると、それだけで何年も時間を費やすことになります。多くのゲームの一つが増えるだけなので、あんまり効果がないのかも。そういった考えから、監修やコンサルティングのような仕事をしていた時期もあります。なお、どのソフトを見ていたのかについては、名前を出さないようにしていたので知られていません。もしも私が名前を出してしまうと、私が作ったかのように見えてしまい、元の作品を作ったスタッフが気の毒なので伏せてもらっています。そうこうしている間に、元セガの水口哲也さんから一つの依頼がありました。落ち物パズルを作ってほしいと。なぜ落ち物パズルを依頼したのかについては、明快なところはよくわかりません。また、当時でさえ落ち物パズルというと、古いイメージがあったことは否めませんが、私としては課題として面白いと思いました。カジュアルですし。最初に正直に申し上げておくと、私は落ち物パズルは大の苦手です。特にぷよぷよなどはかなり下手。色の洪水を見ると頭が混乱してしまう。ところで余談ですが、海外ではカービーズアバランチという名前でカービィのぷよぷよが出ています。これも監修してました。それはさておき、落ち物パズルは苦手だけど、ゲーム性が生まれる原理を知っていればゲームを企画することは可能。今までそうしてきましたしね。というわけで考えたのがメテオスです。落ち物パズルのゲーム性とは、落ちてくるブロックそのものがリスクです。積めば積むほどリスクが高まる。だけどしっかりお膳立てをしていたのであれば、積んだリスクを一気にターンに変えられるという時が来るわけです。その関係性はゲームがシンプルなだけに、かなり分かりやすいジャンルであると言えると思います。では本当にブロックを消さなければならないのかということを考えました。消す以外にリスクを打ち消す方法は、爆弾で一気に壊すなんていうのはすでにたくさんのゲームがあります。溶けるとか崩れるとか、そういう表現の問題を言いたいわけではありません。根底から変えないと。そこで考えたのが、揃えたブロックを推進力にして豪快に打ち上げるということ。これは非常に良いと思いました。縦転下、横転下、二段転下とか空中ドッキングなどのテクニックも考えられるし、何しろバカバカしくてインパクトがあります。メテオスの企画書はパワーポイントのアニメーションを使って分かりやすく説明しました。その当時の企画書を一部ご覧ください。いかがでしょう。ブロックを惑星に降り注ぐメテオとしてみなし、メテオを押し付け合う惑星間戦争のようにしたのがメテオス。何やら壮大なバックグラウンドストーリーなどもついています。
対象機種が任天堂 DS になったのはたまたまです。十字ボタンによる操作をできることも前提にしていたのですが、タッチパネルによるコントロールの方がだいぶ素早く操作できたので相性は良かったと思います。落ち物パズルとして極めて珍しい特徴の一つに、各惑星つまりフィールドやブロックなどの個性が際立っていることがあります。多くの落ち物パズルではキャラクターを選ぶ要素があっても、おおむねゲームはそのままで、必殺技が違うとかスキルが少し違うとかそのぐらいでした。ですがメテオスにおける全ての惑星は宇宙人くんやその背景のみならず、ブロックの形やフィールドの幅、その吹っ飛ぶ特性や音楽効果音が全て変わっています。基本的にややのんびりなジオライト、ジャンプするたびに高まるジャボンボ、浮遊しっぱなしのメガドーム、等速直線移動で飛ばすネックス、縦転下がやたらと強いフォルト、揃えた時点で消失してしまうヘブンズドア、尻上がりに打ち上げ力が上がるゲルゲル、極めてゆっくりのブリッドなど、惑星を変えると操作感もだいぶ異なり、プレイヤーには好きな惑星があったことと思います。パズルゲームだけどなぜかキャラ立ちがあるという。登場してくるメテオの出現確率も個別に設定されており、メテオを素材として集めることで他の惑星をアンロックできます。いわゆる特産が惑星によって変わるということですが、もちろんゲーム自体にも影響があります。完成したゲームは熱中して遊んでしまう何かがありました。面白いと思います。が残念なことに、処理負荷対策の問題で想定したバランスにならなかったり、バグが多いままのリリースになったりと、残念なところも少なくありません。惑星のバランス設定は全て私が行っていますが、終盤で処理速度が変わったため想定より難易度が高い仕上がりになってしまいました。今ならスマホで遊べればそれだけでも喜ばしいものになるような気もしているんですけどね。なおその後メテオスは Xbox のオンライン版、ディズニー版、携帯電話版などいくつかのバリエーションが登場したようです。しかし私はそれらには関わっていません。私はそれらの販売を一般のお客さんと同様ゲーム雑誌などで初めて知ったっていうぐらいです。完全に蚊帳の外ですね。これも残念なところでした。しかしメテオスはルールが限られがちな落ち物パズルの中でもひときわ個性を輝かせたと言えるのではないでしょうか。比較的小さいけれど価値のある仕事だったと思います。さて次の企画コンセプトのカテゴリーは、特に海外ではほとんど知られていないでしょうけれども、育てて甲虫王者虫キングになります。